嫌な奴のメンタリティ変えさせるっていうベクトルでは何か行ったことありますかあこれはね、全部が成功するわけじゃないし、基本は無理なんですけど、一つあれなのは、その人にとって、なんかね、えー、っとなん、なんて表現がいいかな。その人にとって大事な人になろうとするですかね。ゴッドファーザー好きじゃん、俺。あれの中で、 一番強い殺し屋が出てくる。ルカ・ブラージっていう。それいつが組織のトップの殺し屋なんだけど、なんであんな荒くれンを仲間にできたんですかっていうふうに、ピトっていう主人公、ボスが聞かれて、もう、誰に殺されたっていいと思いながらそういう奴は生きてるんだと。今日も俺を殺してくれて思いながら生きてる。そういう奴にとって、一番この人にだけは殺されたくないって人になるんだっていう話をしてて、ちょっと一,一瞬意味合わからなかったんだけど、あ、そういうことかっていう。その人にとって大事な人になるのが重要なんだ。でもその、そうなろうとしてもダメなことってあるから、その時はしょうがないも。 もうそれはもうだからそれってあれですよ、いつも言うけど、あの感謝は自分がさ,あのされたくてするもんじゃないで、自分がしてて楽しいからやるもんだから、その辺はもう見返り求めずにね、付き合うだけですよ。